はやとマッハプロレスワールドへようこそ。本日はプロレス界9月2日の出来事について触れてまいります。1985年フロリダでスタンハンセン・ハーリーレースの夢のコンビがロードウォーリアーズの持つ AWA 世界タッグに挑戦です。世界中のプロレスファンが注目するこの対決、リングの内外で白熱の攻防が繰り広げられ、最後は両者リングアウト、ドローに終わりました。1967年のこの日、全日本女子プロレスのゴンゴンこと小倉由美の誕生日です。1986年のこの日、極彩色の歌舞伎者うなぎさやかの誕生日です。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ごきげんよう、さようなら。